したらスライムだった件、魔王と竜の建国譚のゲームの進め方の解説を行います。まずは序盤の推奨行動についてです。チュートリアルを終えた後はまずはメインストーリーを進めることを推奨します。メインストーリーを進めるメリットは大きく3つあります。1つ、仲間になる種族の増加によりより多くの住居を建築できます。それに伴い住民数が増加します。2つ、建国で新たな施設を建築強化するための条件を達成できます。キャラクターのステータスアップや装備品の強化など多彩な施設が存在します。効率よくゲームを進めるためにも施設の充実を目指すことを推奨します。3つ、クリアした際に報酬で魔晶石を獲得、スカウトで仲間を増やせます。捕ましてやるのだ。強力なキャラクターの獲得に成功すれば戦力を一気に増強することが可能です。チュートリアル終了後にはビンゴミッションが発生しています。このミッションは各報酬に加えてビンゴを達成した際にも報酬を獲得可能です。コンプリート報酬では魔晶石や魔素をはじめ星5キャラクターの天晶等機種など限界突破アイテムを獲得可能です。大賢者レベルについてです。大賢者レベルが上昇するとゲームプレイをサポートする大賢者能力を獲得できます。大賢者レベルはデイリーミッション、累計ミッションのクリア数に応じて上昇します。序盤ですぐに獲得できる能力は戦闘スピードを上げる思考加速とオートバトルが可能になる神羅万象です。素早く簡単にバトルを進めたい場合はこの2つの機能を使用することを推奨します。さらにレベルを上げていくと戦闘演出のスキップやオート周回が可能になる大賢者能力が解放されます。中でも便利なオート周回機能の並列演算はレベル6で獲得可能です。並列演算獲得後は設定した回数を自動で周回してくれるため魔素やゴールドの獲得が一気に楽になります。最後に序盤の強敵対策です。ストーリー各章の最後には2章のガゼル、3章のイフリートなど強敵が立ちふさがります。本気で行くぞ。レベルアップをしても苦戦するようであれば住民数を増やして部隊の支援枠や編成枠を開放するなど部隊 EP の増加を行う必要があります。住民数を増やして報酬の魔晶石を確保すればスカウトで強力な仲間を迎えて EP を増やすことも可能です。2章のガゼル戦の前にはまずスミカのレベルを上げます。住民数が600人になると支援枠が開放。3章のイフリート戦の前に1章中級を全てクリアしてスミカのレベルキャップ開放を推奨します。スミカのレベルを上げることで住民数を増やし部隊編成の支援枠を開放しましょう。サブメンバーの開放には住民数800人が必要です。スミカのレベル開放には中級クエストのクリアが条件になっていることが多いです。ストーリー進行と並行して中級クエストも進めておき住民数を増やすことを推奨します。以上で解説を終了します。ご武運を。バンダイナムコ